はい、公募施設の永田です。くさびと書いて施設と読みます。今週も抽選販売の方をさせていただきます。本日から23日日曜日までとなります。よろしくお願いします。来週は東京ペンションのためちょっと抽選販売を中止というのがお休みさせていただきたいと思います。また東京ペンションが終わってからね、抽選販売させていただきます。そして今回はちょっと少なめ11本、しかもパトリオットペンという久しぶりに作ったものとなります。アウトレットが中心なんですけども、また本当に超久しぶりのパトリオットペンですよね。またよろしければお願いします。あとね、抽選販売参加される方、はい、ブログ必ず読んでください。もう書いてあることに対しての質問っていうのが、それが答えになっていることですね。もうすでに答えがここに載っているものの質問しか来なくなっております。何卒お読みください。読んでいただいて納得した上で抽選販売の方、すいませんが、申し訳ございませんが、参加していただければと思います。はい、まあこちらの方はもうかなりなくなってきましたね。はい、大丈夫かなと思います。よろしくお願いします。では抽選販売の方、1番ですね。はい、1万円パトリオットペンですね。1番はアフゼリアライですね。はい、いい木してるんですけど、虫食いちゃんなんですよね。結構な大きい虫食いちゃんで、虫食いがいたところの周りがちょっと黒ずんでくるんですよね。周りもうちょっと大きいんですけど、はい、やっぱりそこの部分何かあるんですね。やっぱり栄養分が流れなかったりとか変色しちゃったりとか。はい、表面はすごくいいやつですね。はい、まあ虫食いちゃんがなくて良ければね、やっぱ2万円ぐらいなんですけども、まあアウトレットなんですけど、すみません、アフゼリアライは本当に希少なのでごめんなさい。1万円とさせていただきます。2本目、同じくアフゼリアライ、表面はかなりいいんですけど、虫食いちゃんがね、はい、まあ、やっぱり太めのペンなんですけども、一番太いとこ14ミリ弱ぐらいあるのかな。うん、やっぱり太ければ太いほどアフゼリアのこの木はいいですね。目立ちますね。はい、ボールペンです。回転式のボールペンとなります。最初ローがかかってるのでこれ取ってください。爪で取れないときはカッターの裏、刃がついてないことがね、パンパンって弾くと取れます。はい。ディフィールは G2 タイプですね。はい。こちらになります。はい。はい。ルチベンとね、ほぼ、返しのやり方は一緒ですので、はい。こっちのリフィールは、ごめんなさい。ルーチェペン用なので、使えません。はい。使えないっていうのか、ここはいいんですけど、口金がですね、はい。2.6 の穴が開いてます。こっちも 2.6 です。で、こっちのカスタムパーツにすると、細くなるので、2.4 じゃないとガタつきが多いんですよね。なので、書くときにすごく、カタカタしちゃって、はい。すごい書きにくくなると思うので、使えないことはないんですけど、パトリオットペンにこれにハマるものを作ってませんので、すみませんけどお願いします。はい、まあ、やっぱりジェットストリームが人気ですね。はい、じゃあ1番2本アフゼリアライでした。はい、2番4000円3本あります。はい、2番は、シーオークなんですけども、はい。シーオーク、パー材でもないでもないです。あと、木が乏しかった。放射組織がね、あんまりうまく出てないところ、まあ、こういうとこもあるんだな、ということで、はい。こいつら、はい。を集めて3本、4000円。アウトレット価格ですね。アウトレットなんですけど、まあ、パトリオットペンですので、消費税もサービスということでさせていただきます。はい、こんな感じですね。
そう。パトリオットペン久しぶりに今作ってるんですけども、東京ペン書にも、はい、持っていきます。はい。何本ぐらいの ?15 本ぐらいかな。はい。作ってますので。東京ペン書に持っていくやつは、使用区は7セントなります。はい。目は抜群にいいです。3番、2本、アウトレットですね。4000円。ブライヤーですね。はい。ブライヤーの傷があるやつですね。表面はいいんですけどね。はい。がっつり傷が入ってしまってる。まあ、ブライヤーね、こいつめちゃくちゃ多いです。はっきり言って、本当に多いです。うん。本当綺麗に取れるところってごくごく一部ですね。はい。とっても処理大変な木です。経年変化。花輪と同じく経年変化がすごく起こる木ですね。飴色。もっと濃い茶色になってきます。艶も出てきます。ブライヤーというとやっぱりどうしてもパイプタバコですね。傷。はい。まあ、わりかし人気な木です。はい。じゃあ、2本4000円ですね。はい、4番6600円。はい。唯一普通の、普通。うん。まあ、スタンダードですね。はい。はい。花輪のトラモグですね。なかなか、トラモグとしてはめっちゃいいやつ。でございます。はい。もうこちらはもう、アウトレットでも何でもね、普通のものですね。はい。2本目。はい。3本目。うん。多分1本目、2本目、3本目。うん。多分わかんないぐらい、ほぼほぼ一緒。うん。はい。そして、最後、5番も4000円。はい、カリンのコブですね。はい。よし。はい、ここの傷がね、なかなかいいカリンでございますが、はい。というわけで11本ご用意いたしました。まあ、パトリオットペン、どうでしょう。重さ、花輪で。39g。重たいですね、やっぱ。かなり重め。うん。でもね、パトリオットペン、太さと重さとこの長さ、抜群にいいんですよ。うん。そう。で、大きくてもここにかかっちゃうので、そんなに長さが気になるわけじゃないですけど、そのボールペンとしての重さですよね。やっぱ 30g 超えてきても、ボールペンはいいかなという感じですね。まあ、若干やっぱり金属部分が多くて、こっちの回す部分ですね。ここが、はい。割かし金属多めなので、ちょっとこっちに持ってかれるんですけど、慣れるとすごくいいです。で、片手で、こういうふうに、はい、できるようになれるとできます。はい。いいですね。パトリオットペンは、公募せずでは一番最初主流だったんですよね。はい。この太さの中にやっぱり木があるのは、やっぱり良かったですね。やっぱ太いペン、いいっすよね。とってもいいです。はい。またパトリオットペンもね、本当に、まあ、ルーチェペンが出てきてあんまり作らなくなっちゃったんですけど、またちょこちょこ作っていきたいなと思います。ほとんどね、取り扱いペンもほとんど取り扱いしてないです。唯一してるのは、神戸派計画さんのポップアップで持っていくときに、ね、たまーに出ます。はい。うん、たまーにね、なんとなくたまーに作ったりするんで、はい。作るとき、誰かが遊びに来たときですね。木工家さんとかね、まあ、うちの工房に入れる方ですね。が来た時にね、一旦作ってみたいって言った時に、大概パトリオットペン作るので、はい、その時に一緒に作って、そういうやつがたまに出回るって感じですね。はい。でも今回はちょっと頑張って作ってみました。はい。また東京ペンショーもね、15本ぐらい持ってきますので、またよろしければ、
見ていただければなと思います。ではでは、よろしくお願いします。